はい、どうもご視聴くださいましてありがとうございます。はい、今回はグレールのハッピーバッグを買ったので開けていきたいと思います。あのね、今回ね、史上最悪でした。それぐらいめちゃくちゃ外れてしまいました。よかったら一緒に見てみてください。はい、ではいよいよ開けていきますね。皆様はどう思ったでしょうか。はい、なんだろう、ワク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 。はい、では開けまーす。じゃーん、なんだろうなんだろうなんだろう。ちょっと今ね、画面越しに見ております。なんだろう。ではね、じゃあ1点目ね、はい、紹介します。はい、1点目は何だろうね、これ。あ、ラベンダーって書いてありますね。ブラウスかな。じゃあ開けていきます。ブラウスはね、今ちょうど着れるのでありがたいですね。あ、結構こうオーバーシャツですね。結構大きめのシャツが入っておりました。ちょっと椅子が邪魔ですね。どかそう。こんな感じ。結構ね、丈が長いし、あと横幅も大きいし、ゆったり着れそうですね。で、生地が薄いですね。ほら、透けてるの分かりますかね。これいいですね。またこれから着れて嬉しいです。はい、また後で最後に着用しますね。はい、2点目。なんだろう。なんだろう。あ、こういう感じのね、シャツです。シャツっていうか、なんて言うんだろう。こういうの私持ってないんですけど、これもちょうど今春着れる洋服なのかな。キャミソールと2点セットになってるんですけど、あ、こんな感じですね。はい、こういったね、2点セットが入っておりました。はい、ではお次、3点目は何だろう。これなんかベストみたいな感じかな。結構今回こういった薄手のものが多いですね。ああ、こういうのね、困ったな。これこういうのはちょっとどうやって着ていいかわからない感じですね。こんな感じのものが入っておりました。はい、次は4点目ですね。はい、こんな感じですね。かわいいと思います。まあ、この上にカーディガン着てもね、この季節着れるんじゃないかなと思います。はい、次最後ですね。今回ハズレですね。ハズレでした。うわー、こういう感じ。これ絶対着ない。はい、こんな感じですね。まあ、今テンションがすごい下がっちゃってる。はい、ということで今回のグレールのハッピーバッグは、大外れということで終了したいと思います。はい、ではこの後は一通り着用してみますね。はい、ではGo!
はい、ちょっとこの格好で申し訳ございません。ということで、今回グレールのハッピーバッグ M サイズ、 M サイズ、史上最高の、大外れということで残念な結果になりました。はい、今回動画最後までねご視聴くださいましてありがとうございました。はい、それではね、バイバイ、ハッピーライフ。